事故があったのは、美唄市甲州内北の国道十二号線です。午前八時四十五分ごろ、乗用車が反対から来たワゴン車と正面衝突しました。ワゴン車には美唄養護学校の生徒など八人が乗っていて。男子中学生と男子高校生のほか、付き添いの女性二人も怪我をして病院に搬送されました。いずれも意識はあり、軽傷だということです。 現場は片側1車線線の直線道路でした警察は乗用車が対向車線にはみ出したのが事故の原因と見て当時の状況を詳しく調べています。